E 級蒸気機関車は、イギリスのロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道が導入した蒸気機関車の一形式である。ウィリアム・スタニアが設計した車輪配置4から6から0の本線用の旅客機関車で、1934年から1936年までに191両が LMS5 系蒸気機関車と同時に製造された。 ヘンリー・ハウラー設計の LMS パトリオット級蒸気、機関車の最後の5台は、ウィリアム・スタニアによるテーパーボイラーを導入して製造され、ジュビリー級の最初の機関車となった。113両は設計図からそのまま発注された。当初、これらの機関車は失望を招いた。加熱温度が原因で、しばしば蒸気不足を引き起こしたのである。 排気管や煙突面を修正することで問題は改善された本形式の最初の一両である5552号機は1935年4月29日に5642号機と番号を交換した5642号機は同年5月6日のジョージ5世の銀冠式にちなんで4月19日にシルバージュビリーと命名されていた初期には本形式は クリムゾンの塗装から、レッドスタニアと呼ばれ、ブラックスタニアと呼ばれた語型と区別されていた。本形式は、ミッドランド鉄道由来のミッドランド地区で多く運用された。これは、1950年代後半まで7、P 機関車がリーズの南で稼働することが滅多になかったためである。それ以前において、ジュビリー級は、セントパンクラス駅から伸びる路線やダービーから、 放射状に広がる路線で見られる最大の旅客用機関車だった。旧 LMS の路線網を通して本線でも見ることができた。出力区分は前のパトリオット級と共通して 5XP だった。1951年1月分類は 6P に改定された。これは1955年11月に再び 6P5 回に改定されたが、後者の変更は 機関車のキャブサイドには適用されず、6P が表示され続けた。2両の LMS 怪獣ビリー球場機機関車は、1943年7月に 6P に再分類された後、1951年 7P に修正されている。ダレッジリード 1984?P23? ダレッジリード 1984? P5 ダレッジリード1984 P38 ダレッジリード1984 P46 ダレッジリード1984 P47 ありがとうございます。